このようなテンプレートを使って超簡単に水滴とシャボン玉を描いてみますね。準備するものは 4B の鉛筆、モノゼロの消しゴム、綿棒、そして顔料ゲルインクの白色です。テンプレートで円を描きます。そして光が上から当たることを想定して円の上部をこのように黒く塗りつぶしていきます。黒の境目がはっきりしないように少し筆圧を弱めにして塗っていきます。今度は水滴の下部の影を塗っていきます。綿棒でぼかしを入れると水滴が立体的に見えてきます。最後にハイライトの部分を白色のゲルインクで描くとさらに立体的に見えてきます。どうでしょうか。次はテンプレートを使ってシャボン玉を描いてみますね。まず下地を黒くするために鉛筆で斜めに、横に、そして縦にクロスハッチングで塗りつぶしていきます。柔らかいティッシュで全体をこすることで表面の黒を均一にしていきます。テンプレートをその上からあてがって消しゴムでテンプレートの円の縁を消すようにしていきます。この時全体を消すのではなく右と左を少し開けるようにしていきます。
あとはこのようにシャボン玉の立体感を出すように消していきます。水滴とシャボン玉の出来上がりです。ご視聴ありがとうございました。